イランの議会、または、マジレスは、イランイスラーム共和国の立法府。一員制。2008年1月現在の議会の正式名称は、イランイスラーム議会であり、イラン国会とも訳される。第11期議会の議長は、モハンマド・バーゲル・ガーリー・バーフ。第1副議長は、アミール・ホセン・ガージーザー・デ・ハーシェミ。第2副議長は、アリー・ニークザード。 2000年2月18日選挙の第7期マジレスで定数は270から290へと変更された。マジレスは1906年から1979年の前イスラーム革命期には国民議会の名を取り会員として機能しイラン上院と共に立法府を形成した。国民議会はイラン立憲革命によりイラン1906年憲法に基づいて設置され、 1906年10月6日、開会された。パフラビー庁初代モハンマドレザーシャーの下で、議会は速やかに権力を蓄積。パフラビー庁が注目すべき、議会通過法案には1951年3月15日の、石油国有化法案、1967年の、家族保護法などがある。後者は離婚の際の親権など、女性に、 多くの基本的権利を与えるものであった。女性の議会選挙における選挙権、非選挙権が認められたのは1963年、シャアの白色革命の一環としてである。しかしながら、アーヤトラーホメーニーなどシーア派宗教指導者をはじめとする伝統主義者は白色革命を西洋化であるとして危険し、1963年6月5日の放棄と、 ホメーニーの国外追放につながることになる。このような混乱を経て、女性議員も参加しての第21期議会が招集されたのは1963年10月6日のことであった。国民議会としての最後のマジレースが開催されたのは1979年2月7日である。1979年のイランイスラーム革命後、上院は廃止され一院制となった。 また1989年の憲法改定で国民諮問評議会はイランイスラーム議会へと名称変更されている。現在、マジレスの定数は290議席でうち5議席がヒムスリムの宗教的少数派に割り当てられている。任期は4年。立候補にあたっては監督者評議会の資格審査を通過しなければならない。マジレスは 投票による閣僚の不信任、また政権運営について大統領に対する、問責決議、弾劾の権利を持つ。ほとんどの法案は、政府提出によるものであるが、閣議員による、議員立法もあり、また政府提出法案の修正も行われる。このような法律規案のほか、国際条約の批准、国家予算の承認が、マジレスの機能となる。マジレスを通過した、 法案はすべて監督者評議会に送られその承認を得なければならない。従って、イランの議会制は、中東諸国に比べて、制度自体の民主的性格は強いものの、アメリカ合衆国の立法府ほど強力な機関ではない。1979年以降、マジレスは、革命前に、イラン上院として使われた建物を議場としている。審議事堂が、 革命前のマジレス議事堂周辺、すなわち、テヘラン中心部バハーレスターン広場に建設された。若干の議論を経て2004年、移転は承認され、同11月16日、新議事堂で初会議が開かれている。2011年11月27日、国会はイギリス大使の追放など対イギリス関係を見直す法案を可決した。 この背景にはイギリスはイランの核開発を疑っており、最近イギリスの金融機関とイランの銀行等の取引を停止する方針を明らかにするなどが関係している。2017年5月19日に実施されたイラン大統領選では対外融和路線を進める現職のローハニ大統領が57%以上の票を獲得して再選を果たした。 保守強硬派の統一候補である、来自然検事総長の得票率は38%であった。今回のイラン大統領選挙は、昨年1月のイラン核合意以後初めての大統領選であり、イランの欧米各国との今後の関係を、大枠において決定するという意味で、国際的な関心を集めた。ありがとうございます。